リビング書店のヨッピーです。リムさんです。今日は風邪引きコロワンを紹介します。書かれたのは窓ころ久子さん、絵は黒井健さんです。はい、こちらはですね、このね、手でこう包まれたこのね、ワンちゃんがコロワンっていう名前なんですね、コロワンが主人公です。はい、もうね、タイトル見ただけで風邪ひいたのかな、なんとなくね、想像するんですけど、はい、じゃあストーリーを紹介します。はい、はい、風邪ひきコロワン。北風がね、ヒュルヒュルとね、こう吹いてくるような、ちょっと11月ぐらいですかね、このぐらい、の季節ですね。コロワンが朝からね、クシュン鼻水ずるずるみたいなね、だったんですけど、まあお母さん遊びに行ってくるねって言ってね、出かけてしまいました。ちょっと風邪気味だけど、はい、ね、このなんか、この世界は犬たちが結構出てくるんですけど、飼い犬なのかなと思うんですけど、だいたいこう首輪がなくって、犬たちも自分たちのお友達と遊ぶみたいな、っていう世界です。はい、自由に出かけるんですね。そうそうそう。で、コロワンがね、ちょっと風邪ひいてるみたいだけど、出てってしまいましたね。でも少しお母さん心配してるような感じで見送りました。ね、仲良しのチョロワンとね、遊んでるんですけど、チョロワン、なんかちょっとやっぱり鼻もズルズルするし、お家で休んだらって言われるんだけど、大丈夫大丈夫って言ってね、コロワンがこうかけてますね。あ、ちょっと垂れてますね。そうそう、ね、そうそうそう、なんだけど、だんだんやっぱり調子が悪くなってきて、鼻は出るし、なんかこうチョロワンが見えるけど、こう揺れて見えるっていうかね、ぼやけて見えてきて、あ、やっぱちょっと調子悪いかな、お家帰るねって言って帰りました。はい、お家に帰った頃にはね、もう体がブルブル震えるぐらい熱が上がってきてるんですかね。で、お母さんもね、あ、やっぱり行かせないで家で休ませておけばよかったって言ってました。はい、ブル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 、かわいそうなぐらい震えてますね。ね、ひどそうですね。顔も少しね、赤くなってますね。そこにキキキーとね、自転車が止まりました。このコロワンたちが住んでるお家っていうかな、犬小屋の前にね、自転車が止まって、で、お母さんはもう見た瞬間ね、あ、先生が来てくれたって、ありがとうございます、これでコロワンの病気も治してもらえるなって、こう安心してね、見てますね。ここで先生がコロワンをこう抱きかかえました。この絵、この図じゃない、一緒ですね、ですね、一緒ですね。で、まず、まあ、コロワンは初めて多分お医者さんに出会ったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり犬もね、やっぱりこう怖いじゃないですか、知らない人に抱かれるって多分怖いんですけど、こうなんか手でね、こう優しく優しく、ふんわりね、包まれてる感じ、包んであげたって感じですね。そしてやっぱり、ああ風邪ひいたんだねって分かって、じゃあお薬も出すし、そして今日はね、注射しようねって言って、まあお母さんはね、注射っていうものは知ってるんですけど、まだコロワンはしたことがなくて、初ですね、はい、注射って何かな、もうブスッと早速誘えちゃった、早速誘ってね、お尻なんですねキューンってね、声がかわいそうっていうかね、ってなるんですけどでもね、そのおかげで少し元気になって、お薬もね、ちゃんと飲むんだよって言って、もう自転車乗って帰ってしまいましたね。お母さんは見送ってますね。で、お母さんはその日の夜ね、寝ないでこのコロワンをこう体でこう温めるように、こう包み込むようにしてね、見守りながら寝ないで看病するのかな。で、コロワンはぐっすり眠ってます。そして何日か経った頃だ、ね、少しずつコロワンも良くなっていって、でね、何日か経って元気にもう、はい、今日は遊びに行ってくる、ばばーんってね、行けるぐらいの体力に戻って、はい、お母さんもね、あ、よかったってこう見送って、安心してね、安心していきましたね。そして先ほどね、登場したチョロワンたちがいる、他にも猫ちゃんたちがいるんですけど、みんなお友達ですね、お友達がいるところに行って、そしたらその風邪ひいたんだよねっていう多分噂が流れてて、お友達の中にどうだったとかね、注射したんでしょ、注射って痛くなかったとかね、そういう話を聞かれて、大丈夫だったよって、ちょっとなんか、やったことあるぞっていう、その自慢じゃないって思うんですけど
うんうんうん、そういうのも話したりとかして、で話し終わった頃にまたね、うん、元気よく遊び始めました。とね、終わるんですけど、なんとチョロが鼻ぐすぐすになってるので、きっとね、風邪ひいたかな、映っちゃった、そうそうっていうストーリーでしたね。はい、こうね、本当に犬の物語なんですけど、うんうん、子供とすごく被って、うん、そうですね、うん、なんか思い出すっていうかね、自然とね、そうそう、うん、浮かんでくる、子供ってこうだよなって思って、うん、そうですね、ちょっと、ね、なんかね、風邪っぽくてもね、そうそう、うん、なんか体調悪いことに気づかないですよね、うんうんうん、気づかずに遊んでて、だんだんなんか顔が赤くなっていき、鼻が出てきててね、なっていくんですよね、うん、はい、もうそんな感じのね、あの子供とね、こう被るようなお話で、うんうん、でその最後のね、コロはほらお友達にこうどうだったって聞かれたじゃないですか、うん、うん、あるなって、そうですね、学校とか休むとね、そうそう、必ずどうだったってね、自分も小さい時そうだったなと思うんですけど、うんうんうん、そんな風に思わせてくれましたね、うんうん、はい、そしてね、なんといっても私の一番のこうおすすめポイントというかな、一番感激というか、うん、したのがこの絵なんですけど、なんかこう手当てっていう言葉がなんかぴったりな絵だなと思ったんですよ。手当てっていうのは、まあ、なんていうか治療するとかそういうことではなくて、うんうん、なんか手を当てただけで、なんていうか風邪ひいた時も手をこうおでこに当てただけで、うんうん、なんか気持ちよかったなっていう、あの自分経験的にね、小さい時はお母さんに手撫でられたりとかしただけで、うんうん、なんとなく嬉しかったし、風邪ひいた時ね、うんうん、ちょっと安心もしますね。そう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 、まあその手がなんかハンドパワーがあってさ、治すわけじゃないんだけど、うん、やっぱり手を当てるっていうのは、うん、病気な時のね、子供たちにとったら一番のこう、うん、薬だなと思いましたね、うん、で手当てっていう言葉がすごくぴったり、うん、まあ、これはね先生なんですけど、まあ、お母さんもそう、うん、お母さんがね子供を抱っこするのと本当一緒だなって、うんうん、そうですね、ほっとしますね、うん、お母さんもこう結局コロナのお母さんも夜寝ないでこう自分の体で温めるように、うん、なんていうか抱きながらっていうかね、ほらコロナの、うん、犬ってほら、うん、こうやって寝ないじゃないですか、うん、うまく言えないですけど、つんばいでこうやって寝て、その中にコロナ入れるようにしてね、うんうん、なんか寝てたから、うんうん、すごく愛されてるというか、うん、大事にされてるんだなっていうふうに思いましたね、うん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 、って思いましたね、そうそう、まあうちはちょっと犬はね、あの飼ってないんで、うんうん、ですけど、まあ、こんな風にもしね自分がいなかったらこう抱っこしてあげたいなとかさ思いましたね。うん、まあ、ね今から本当、うん、人間の子供たちというか、うん、風邪ひきやすい時期だから、ね、うんうん、ね、小さい子は特に注意してあげないといけませんね。はい、すみません、風邪ひきのねコロナを紹介しました。うん。